マイケル・デニス・ケキッチは、アメリカ合衆国カリフォルニア州出身の元プロ野球選手。1964年にロサンゼルス・ドジャースへ入団し、2年目の1965年にメジャーデビュー。1969年にニューヨーク・ヤンキースへ移籍し、同僚のフリッツ・ピーターソンと妻や子供、ペットまでも交換して、スワッピング投手として話題になった。 プレイボーイタイプのピーターソンがケキッチの美人妻を口説き落とし、残り物の山男タイプのケキッチとさえないおばさんで、あるピーターソンの妻が仕方なく一つ屋根の下で一緒に暮らすことになったのが真相と言われている。1973年のこの出来事が、スポーツ情報サイト、ブリーチャーレポートのエディターが選定する格付け、MLB 史上最も衝撃的な場外の瞬間。 50において1位に輝いた。さらには1973年にクリーブランドインディアンスへ移籍し、1974年にはレンジャーズ参加 3A、スポケンインディアンスでプレーしていたが、同年後期の6月に日本ハムファイターズへ入団。当時の日本ハムはバールスノーに給料もらい逃げされるという形で赤っ端字を書いていたため、 テリーレーと共に後半戦の切り札として急遽獲得した選手であった。7月7日のロッテ戦で6回表から2番手で初登板を果たすが2回1失点で敗戦投手となる。2日後の9日には南海戦で初先発するが7回無失点で勝敗はつかなかった。13日の太平洋戦では9回2失点で来日初勝利を初関東で挙げる。 8月7日の近鉄戦では5安打3失点で4勝目をマークしたが、1試合14支球のプロ、野球ワースト記録をマークするほどの請球なんであった。中西太志監督は、なんとも複雑な心境で、困ったなぁ。たまたま勝ったけど、むちゃくちゃやなぁ、とコメントし、コントロールは、決していいとは言えなかった上に、日本の球審のストライクゾーンにも戸惑いを見せていた。 こともあっての記録に、ケキッチ本人は、触れたくなかったのか、試合終了後に番記者に指摘されると、嘘だろスコアブックを見せてくれと、シートを覗き込んだ。指で数え10個であったことがわかると、ケキッチは、大のを。なんて投球をしてしまったんだと大げさに嘆いてみせ、守っているチームメイトに迷惑をかけた。ダブルヘッダーで疲れているのに申し訳ないと首を、すくめた。 一方の打撃は、ヤシカオ負けで、3から3の同点で迎えた4回1死に3塁で、加藤秀夫の外角高めの完全にボールを、重さ 1kg 超のバットで叩き、宇宙間のフェンス直撃の2.2塁打を放つ。塁上で笑顔を見せ、日本ハムベンチに向かって、ガッツポーズをしてご機嫌であったケキッチは、6回にも、走者2塁で打席が回ってきた。 今度はストレートをミートして中前に弾き返し、2安打3打点を記録。それも勝利をもたらす貴重な打点で、ケキッチの口からは、バッティングは好きだね。投手がダメになったら、外野しか一塁で、ボスに使ってもらうよ、とジョークまで飛び出した。来日からの打撃成績は23打数9安打6、打点、打率、391であった。張本伊も、 すげえスケットさんだぜ。本職のピッチングより、打撃の方が全然いい。球団は取り方を間違えたんじゃないかと舌を巻くほどで、あったが、超本の言葉は当たっていた。投手成績は1敗53連勝したが、8月から9月にかけて8連敗を喫し、18試合登板で5勝11敗、防御率4.13であった。打撃は、代打で登場したこともあり。 24試合で19、アンダーを放ち、1本類打8打点、打率、352を記録。規定打席には、全然足りないが、パリーグの同年の首位打者であるチームメイトの長本の、340よりも高かった。シーズン終了後に解雇され、対談指摘国語は打者に転向せず、1975年に、テキサスレンジャーズでメジャーに復帰。 リリーフのみの23試合登板で勝敗はつかなかったが8セーブで防御率3.73をマークした1976年にはメキシカンリーグのドスラレドスオールズで1年だけプレーし1977年にはシアトルマリナーズに移籍メジャー復帰後の3年間で5勝をマークし1978年途中に ミルウォーキーブルワーズに移籍するも、メジャー出場はなかった。その後はドミニカに渡って、サントドミンゴアズカリロス、再びメキシカンリーグに入って、インディオスデシューガ・フアレスでカムバックを試みるも、失敗し、1980年限りで現役を引退。引退後は再婚し、現在はニューメキシコ州アルバガーキの近くに住んでいる。伊藤和夫、メジャーリーグこそ、 我が人生、パンチョイ島の全仕事。3K スポーツ。P290 から291ダグミード、ザ・50 Most Shocking of the Field Moments in MLB ・ History。BLEACHERREPORT.com。2015年2月20日閲覧。ABCDEFGHIJK ひめくりプロ。野球2011年8月、8月7日。 1974年、とにかく一人前大ケキッチ本業は不安も副業で大暴れ。ありがとうございます。